駅弁の究極。お弁当というものはもともと楽しいものだ。心ウキウキとなるものだ。駅弁となるとその感が一層強くなる。その駅弁がその辺の駅などで売っているやつではなく、特別注文の特製駅弁だったら、その特製駅弁をわざわざ自分の乗っている列車まで届けてくれるとしたら、例えば東京駅から新幹線に乗って浜松あたりでちょうどお昼になるとする。そこであらかじめ浜松のお弁当屋さんに自分の乗る列車名を言って特製駅弁を注文しておく。そうすると浜松駅で自分の乗っている6号車なら6号車に特製駅弁が届けられる。自分のお弁当が先回りして先方で待っていてくれるというわけですね。そんなのありなの？と思うでしょうが、ありなんです。 JR 東海が東海道新幹線で始めたスーパー新幹線グルメがそれだ。だけどそれってと届け賃が入るからた高いんじゃないの？などと震え声で質問する人もいると思うが、届け賃込み消費税込みでたったの2,000円。これを知ってからいつか食いたい、なんとかして食ってみたいとずっと思っていたのだが、意外にも早くそれが実現した。このスーパーグルメには難点が一つあった。注文は5個以上に限るという点である。いざとなったら一人で5個食っちまおうとまで思い詰めていたのだが、賛同者がなんとか3人集まった。山陽の方の温泉に行こうということになった。実は温泉の方はどうでもよくて、主眼は駅弁なのだ。注文先は京都の駅弁屋さんということになった。お昼ごろ京都を通過する。どういうわけか注文はファックスに限るということなので、ファックスを打った。この時点では弁当の中身はわからない。ファックスなので注文が確かに受け付けられたのかどうかは確認ができない。運を天にというか、スリルとサスペンスに満ちた成り行きとなった。それもいいじゃないかということになって、いよいよ当日。京都駅が近づいてくると4人は期待と不安でパニックに陥った。果たして注文は受け付けられているのだろうか。どんな人物がどんな服装でどんな風に立っているのだろうか。停車時間は約1分。その間に見知らぬ同士が互いに歩み寄り、互いに名乗り合い、物と金を交換してさっと引き上げる。まるでスパイアクション映画のような緊迫したシーンがこれから展開されるのだ。我々は果たして無事に特製駅弁を手中に収めることができるのだろうか。お互いを認め合った時、何と名乗り合うのだろうか。何か合言葉とか暗号とか呪文のようなものをつぶやくのだろうか。弁当は5個なので1個余ることになるが、その1個をめぐって何か争いが起きないだろうか。15分ほど前に車内販売が来たので缶ビールを買っておいたのだが、もはや温まってしまったのではないだろうか。スピードを落としてきた列車の14号車のドアにへばりつきながら、次々に湧き上がってくる不安に僕はじっと耐えていた。列車は駅構内に入った。僕の後ろに仲間が2人続き、もし僕が緊張のあまり気分が悪くなって倒れたら、それを乗り越えてゆく手はずになっている。列車はホームに滑り込んでゆく。僕の胸は張り裂けんばかりだ。いた。僕の後ろの仲間が叫ぶと同時に、僕も一人のおじさんの存在に気がついた。弁当屋風のユニフォームの中年のおじさんが弁当の包みらしいものを下げてぼんやりと立っている。こちらはスリルとサスペンスと興奮のるつぼだというのに、おじさんの方に緊張感がない。近づいていく僕におじさんの方も気がついた。弁当屋さんですか？
弁当のお客さんですか？間の抜けたやりとりとなった。お金を渡すとおじさんは、じゃあこれ領収書と興ざめのことを言って無感動に立ち去っていくのであった。スパイ映画に領収書が出てきては困る。席に戻って期待に胸弾ませながら弁当の包みを開く。おお、弁当箱がでかい。スーパー新幹線グルメ宴とある。蓋を開ける。おお、伊勢エビがでかい。本物の杉の葉が敷いてある。枝豆が束になっていて本物の草のようなもので結んである。おかずがいっぱい。弁当箱の周りで人々は口々に惨憺の声を上げるのであった。普通の駅弁は持ち歩きが激しいので揺るぎなく詰め込んであるという感じがするが、この特弁はきちんと盛り付けてある。お献立のしおりも入っている。1伊勢海老の具足煮、1文庫以下の松笠焼き、1牛肉の醤油焼き、1ハモのごぼう巻き、ハモの黄身炊き、1小芋、小なす、しいたけの炊き合わせ、1鶏肉団子の黒ごま、みじんこ揚げ、1松風かまぼこ、1だし巻き卵、1おたふく豆、1枝豆。駅弁の煮物の説明に、具足煮、松笠焼き、黄身炊きなどの表現を普通使うか？実際のところ、そういう表現に値する味なのです。普通の駅弁は持たせるためにどうしても味付けが濃くなるが、これはその必要がないから、いわゆる料亭風の味付けになっている。PR を頼まれたわけじゃないが、一度試してみるに値する弁当です。